ンキーズネ、ホロライブ所属のバーチャルキツネ、白神吹雪です。さてさて、皆さんはここがどこだかわかりますか？なんとバンダイナムコさんの未来研究所に来てます。わー、未来研究所、とってもワクワクする名前ですよね。尻尾にビビッときましたよ。うん、今日はここで1月17日発売予定のエースコンバット7スカイズアンノーンを先行体験プレイさせていただけるそうなので、早速行ってプレイさせていただきますよ。ふー、コンコンキーツネ、ということで今回はエースコンバット7をやっていこうかと思います。行きましょう。はー、日本語設定でいきましょう。あ、このセレクト音がすごく好き。キン。そしてスタンダードとエキスパート。スタンダードの方が簡単な操作ですかね。直感的な操作を行いたい方におすすめです。ほうほうほう。エキスパートが、あ、なるほど。より機体を操作に向いた。は、行いたい上級者の方におすすめです。ということで。では、スタンダードでやっていきましょうかね。ということで、今回やるのが、最初がこのロングデイということで、フリーミッション。こっちは後でお楽しみって言われたので、ちょっとこっちの方からやっていきましょう。うん。地図もかっこいい。何もかもがかっこいい。ミッション6と、ロングデイ、長い一日。ピッピッピッ。お。キュイーン、かっこいい。うわ、かっこいい。はぁはぁはぁ。はい、おとりか、罪を償うことだ。はい、うんうん、ロカロハイ、うん、うんうん、攻撃、うん、不明、分かってないのか、うん、誘発、うん、かっこいいな、音、はは、確認する、うん、そっか、我々はおとり部隊なんですよね。はい、されているが、私たちのためのものではない。うん、そうですね、我々はおとりですから、うん、はい、なるほど、はい、はあ、マートの狐としてうまくやっていけるか。はあ、かっこいい。なるほどなるほど、我々はここのここからスタートしていくと。ちょっとカメラでズームしていきましょう。かっこいい。こういう機体でいくと。なるほど。で、敵が、なるほど。ほう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 。タンクが2体も。ひぃ。よいしょ。あ、違う違う違う。ここでこっちが。うわ、いっぱいいる。いっぱいいますな。はぁ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 。ほうほうほう、殲滅せよ。なるほど。あ、こっちだこっちだ。で、こっちにもいると。うわ、たくさんいる。もう生きて帰れるんですかね、私。生きて帰れる気がしませんが、やっていきましょう。スタート。で、スターティングミッション。ここがさっきのミッション内容確認する。もう一回見れるんですね。今、スタートしていきましょう。来たー、期待だー。ちょっと一個ずつ見ていきましょう、一個ずつ。これを楽しみにしていた。この位置の名前が F2A、F16 をベースに開発された対応と戦闘機。かっこいい。ほうほうほう、対空戦にも十分対応が可能。相性はバイパーゼロ。バイパーさん。バイパーさんなのかゼロさんなのか。あ、間違えた間違えた。で、次ですね。出たー、スーパートムキャット。もう誰が猫じゃいって言いましたけども。はあ、長距離射撃の対空ミサイル用の旅行を持つ。ほうほうほう。大型艦上戦闘機。もうかっこいい。ねえ、語りすぎちゃうと後で怒られちゃうので次行きましょう。これがステルス性能を持つ多目的戦闘機。これなんか一番新しいやつって教えてもらいました。ライトニング、稲妻。は？どうしよう、何使っていこう。じゃあちょっとスーパートムキャットで行きましょう。うん。で、これが、
本ですな。ふんふん、これが対空ミサイルで、これが投下型の地上の敵用ですね。で、これがロックオンする。これも対空ミサイルなんですけど、今回地上の敵も倒さなきゃいけないので、こちらの GPP でいきましょう。これでやっていきましょう。で、ステータスとかもね、しっかり見とけばよかった。あ、まあ、スピードとかが、そうだ。後でまた見比べていきましょう。スピードが一応この機体は速いのかな？うん。いきましょうか、では。はーい、さて。はい。滑走の手前で待機しろ。うん。私これどっち乗ってるんだろう、どっちが私ですかね。前に私が乗ってて、後ろに誰かが乗っている、誰が乗っているんだろう。ユニコーン先輩かな。さあ、来ました、空だー、空だー。あ、そうそう、これスピードアップしたら羽がシュッてしまうんですよ。で、スピードダウンするとお尻が開いて羽も横になるという、ブレーキがかかってるんですよ。で、敵を倒していきたいんですけども、敵はどこだ、よいしょ。確かここのパッドの左パッドでこうマップが切り替えられるということで、じゃあマップを見ていきましょう。うん、はあ、白いのが敵ですかな、いっぱいいらっしゃる。よいしょよいしょ、ちょっと空の旅もしつつ、これは地上の…あー、待って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 、死にたくないよー。あ、やだ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 、落ちたくないよ、やだよ。あー、待って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 、火当たりたくない、当たりたくない。よいしょよいしょよいしょ、この下の敵、あー、待って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 、下の敵、あー、待って待って、これ落ちちゃう、あ、間違えた、あー、待って、ミサイルじゃないの、ミサイルじゃないの、俺投影のやつって、よいしょ、これだ、多分これで、よいしょよいしょ、ほっほっ、よし、近づいていって、こうなんとか、よいしょ、これを、範囲内に入って、あ、ちょちょ、こう、落ちた、いや、だ、今の、いけたのかな、全然、よいしょ、よいしょ、あ、ってて、次の目標が矢印の方向に、よし、で、ここでポッと落としたら、あ、そうか、これで見れるんだ、そういえば忘れてました。そう、丸ボタンの長押しで、なんと、あの、よいしょよいしょ、ミサイル視点といいますか、落とした視点が見れるので、あー、待って、後ろから来ておる、やめて、当てないで、よしよし、あー、待って、どこにいるの、よいしょ、目標が、あ、これか、ここに落とす、あ、視点が全然見れなかった、よいしょ、ほ、あ、これか、あ、こうやって、あ、なんか全然、よいしょ、ここか、おー、当たった、あ、待って、あー、待って、落ちた、そんなミッションやり直します。もう一回、あ、そうだ、とみんなに見せたかったことが一つあるんですよ。雲の中に入ったら、なんかいいことがある、いいことではないですけども、そう、なんか面白いことになるって伺ったので、ちょっとそこのクモさんにお邪魔しに行きましょう。そう、右スティック押し込みでこうやって視点が変えれるんですよね、中からと外からと、この主観で。そう、おすすめはこれって言われましたね、クモの中に入ると、もうお邪魔します、うわーって、これ画面に水滴がつくっていう、もうこれだけで鳥肌ものです、もう狐肌ものですよ。もう一回お邪魔したい。ちょっとすいませんね、味方の方々、雲で遊んじゃって、ちょっと遊ばせてください。で、このままで入っても、こう画面に水滴がついて、綺麗やな、綺麗だな、これ、このまま
空の旅をしていたい、戦いなど捨てて私はこのキャットと共にこの世界を旅をしたいけど、やらねばならぬということで、さてさてどうしていきましょう。あ、そうだ、切り替えなきゃ。これだ、どーん、おー、派手にやるじゃねえか。でも全然今の当たってない気がする。ダメだ、待って当てないで。おー、旋回旋回、あ、そう、両方したら急速旋回で、そう、スッて早く回れる。ちょっともう一回、もう一回行きましょう。こうスッて行って後ろから来てるってなったらスッとこう早く旋回できるってのが今回新しく入った要素だったかな、確かお伺いしましたね。よいしょ、これは当たって、あ、よし、やった、あ、落としちゃった。待って、追い打ちをかけてしまった。あ、空の敵は、あの、目指すは地上のあれで出てるかな。うん、ほほほほほ、あ、一応可能でしたるけど我々のものじゃないって言われてるんですよな。よいしょ、急速、あ、下か、下の敵かな、下の敵、これ、あ、違う、これ当たったんだろうか。全然見えてない。あー、待って待って、ギリ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 、あー、おー、ちょ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 、できた、あ、いたいた、よいしょ。今のこれは当たったのか、当たってない気がするぞ。よいしょよいしょ、もう一回地上の敵、あ、ちょっと早すぎ、全然早すぎ、あ、いた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 、この辺りが怖い。あ、よし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 、やってやって、よし、行くぜ、キャット。いいよ、そこだ。うおー、当たって当たって当たって当たった、あった、あった。なあ、帰らなして。しかも敵に当たってない、そこで見られている。あの戦闘機一人で落ちてたぞと、あの猫落ちたぞって感じに絶対思われてる。やだって。もう一回、もう一回、もう何度でもできますからね。もう好きに遊んでくださいって言われたので、私はもう好きにやってきますよ。ああ、なんでミサイル発射しちゃったの？どこ行くね、ミサイル。あ、待って待って待って、ミサイル。待って、ミサイル。よしよし。あたた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 。これ本当操作簡単でいいです。でもやったことない人やっても全然私でも操作できてしまう簡単さ。うん。結構ね、細かくこういけるので、そう。すごくやりやすいですね。プレイしやすいです。うん。私がですね、ちょこっとだけあのエースコンバット5やらせてもらってるんですけども、もう最初が難しすぎて難しすぎて。